皆さんこんにちは大臣報道官の桜木です令和2年度に小学校学習指導要領が全面実施されてから小学校では週1時間の外国語活動週2時間の外国語科の授業が行われています全国で小学校の先生方による創意工夫あふれる授業が行われていますが始まったばかりの教科指導において悩みをお持ちの先生もいらっしゃるようです本編では 実際に小学校での指導経験がある元小学校教師が授業者の立場から名古屋市学館に質問し先生方の悩みを解決する糸口を探ります名古屋市学館よろしくお願いします中学校や高等学校では英語専門の教師が英語を教えていますが小学校では新学習指導要領が全面実施となり英語が強化となることを受け 私の周りでも中学校の英語の免許を取りに大学に通われている先生がいらっしゃいます多くの先生方が授業実践や指導方法を学んでいらっしゃいますがそれでも他教科に比べると英語の実践研究というところは蓄積が少ないのかなというのが現状だと思いますそこで質問ですが英語が流暢に話せる小学校教師もいれば 英語は好きなんだけども少し苦手意識を持っている教師もいると思います話せないよりは話せた方が良いと思うのですが教科指導の留意点などあれば教えていただきたいですはいそうですね高学年で教科が始まってあのずいぶんいろいろな小学校でたくさんの先生にご実践をいただいています今増谷さんがおっしゃったように 英語が苦手よりは得意がいいに越したことはないし、流暢に喋れないよりは流暢に喋れる方が良いわけです。ですが、そこが小学校の高学年で、あるいは中学年の外国語活動にしても指導する時のポイントではないということを今日は皆さんにご理解いただけるようにお話をしたいと思います。画面をご覧ください。文部科学省が 小学校の外国語教育の指導にあたって大切にしたいこと、指導者に求めることについて記したものです。まあ、真ん中より少し上の赤い四角い箱の中に、外国語教育、小学校の外国語教育の指導に大切なことを記しています。拡大をしてみたいと思います。6点。 記されていますね。その一番上をご覧ください。英語による言語活動を通した指導っていうことです。ここがまずポイントですね。見ていただくと、まあ、英語によるっていうことですね。ですので、さっき申し上げた通り、流暢に話せないよりは流暢の方が良いし、英語が好きで話していただけるのに越したことはないんですが、 先生たちが英語力をつけるために、先生たちが意欲を持って英語を使うために小学校の外国語教育があるんじゃなくて、子供たちが英語で話してみたい、聞けるようになりたい、読みたい、書きたい、そしてそんな力をつけてくれることが小学校の外国語教育の本筋です。さあ、 この言語活動を通した指導っていう部分を見てみましょう赤字のところです赤字の上の部分を読んでいただいていいですか実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合うですね子供が伝え合うわけですただ子供が教室の中で自分の考えや気持ちをお友達や先生たちと伝え合うためには当然先生も 英語でやってくれないと困るんです。ただ、その時に必要な英語っていうのは、皆さんが思っていらっしゃるような、そんな大きな英語力じゃなくて、子供が今までに学んだ語句や表現をいつでも引っ張り出せるよ。そういう英語力が小学校の外国語教育で求められているっていうことを十分 ご留意いただきたいと思っています。なるほど、その英語っていうふうになると少しこう特別な感じがしてしまって、自分が英語がとっさに出てこなかったらどうしようというように思ってしまうところがありましたが、やはり子どもに英語の力をつけるというところで、もう一度考えてみたいと思います。そうですね。子どもが英語を使って。 話してみたい。英語を聞いてみたい。読んでみたい。書いてみたいと思えるような活動を設定することがキーポイントです。そして子供が間違っても大丈夫。みんなで勉強するとこなんだって思えるような学級の雰囲気を作っておくことが小学校の外国語教育の指導では一番大事なところです。その後に英語の力が求められる。 っていう具合に申し上げても良いのではないかと思っています。どうぞ小学校の先生方、ご自身が子供のことを一番よく知ってる。子供の興味関心を知っている。そして、間違っても大丈夫。間違いからお互い学ぶんだよっていう学習集団づくりをされていることに自信を持ってお取り組みいただきたいと思います。さあ、 他にもいろいろご質問をいただくんですが増谷さんの方に例えば小学校の先生から呼びかけについてご質問とかありますかはいあのよく言われるのはやはり文字指導というところで問い合わせみたいな質問もよく来ています、うんうん、具体的に私の方にも実はお問い合わせがあってよく小学校の先生が、うん、ま小学校であの。 単語が書けるようにしてくるようにって言われてどうしたらいいんでしょうなんていうのが聞こえてきたりします。じゃあ学習指導要領に立ち戻ってみましょう。学習指導要領、小学校高学年、読むことと書くことの目標がここに記されています。まあ、じっくり読んでいただくと、 アルファベットの大文字、小文字、活字体については、小学校の高学年卒業時までに子供が読んだり、書いたり、認識できるようにはしておいてくださいよって記されているわけです。ところが、先ほど申し上げたような綴りのことについては、実はこのように学習指導要領では記されているところです。上が小学校、高学年、外国語科 下が中学校外国語科に記されている音とそして文字の関係のところの部分です。まあ、ここを見ていただくと小学校では音声と文字を関連づけながら指導する。そして中学校では発音と綴りとを関連づけて指導することと記されている。まあ、このことを踏まえていただくと小学校の先生 そんなに難しいことを読み書きでやろうって思わないことがとっても大事だっていうことです。いかがですかなるほどやはりこうこれはどうなんだろうって思ったら一度学習指導要領とか解説を改めて読み直すっていうことがやはり大事なんですね。おっしゃる通りで学習指導要領が原点です。すべての原点です。 ただ、学習指導要領は読みにくいわっておっしゃる方は、どうぞ、それを噛み砕いている解説をお読みください。解説もちょっと難しいわっておっしゃる方は、文部科学省のホームページに、小学校、研修ガイドブックを載せていますので、そこには具体例もたくさん記していますので、どうぞ、それをご覧ください。文字を読むのはなっておっしゃるならば、 文部科学省のホームページ、NEXT チャンネルには様々な動画を上げています。授業を元にしたもの。そして今の読み書きについても解説をしている動画を上げています。それも合わせてご視聴いただくと理解が深まると思っています。今日は名山市学館ありがとうございました。